皆さんこんにちは、とうこです。今日はね、初めてやるよ。私のレッスン生がね、何年か前になんかどっかの事務所でこの曲を歌ってめちゃくちゃいい評価をねいただいて、まあ、デビューのきっかけにもなったっていうね歌をやりたいと思います。大原桜子ちゃんの「大好き」。これさ、めちゃめちゃ可愛い歌だよね。これね、小学生が歌っても中学生が歌っても20代が歌っても、もうキュンキュンするね。うん、私は別にこの年になっても歌ってますけどね。え、いけない？別にいいじゃん。年取れば取るほどかえってまた似合っていくかもね、こういう可愛い歌って。今日はそれをやっていきましょう。大好き。こうサビからね、入るよ。大好き。ここ、跳ねる。き。言葉にできなくて。しゃくるね。それでも、届けたい。それでも届けたいってなるね。My love forever で、A メロ入るよ。今日もメールが二人を、ここ普通でいいじゃん。結んではほどいて。このほを西城秀樹みたいに、ほーってやってほしいよ。結んではほどいて。ね、こっちの方かわいいじゃん。こう、ほどいてっていう方が。もどか、かはウィスパー。もどかしいこの上から逆しゃくりして。距離にいつも負けそうになるけそうになる。リズム感があっていいですね。だからごめんねって電話でわを逆しゃくりするよ。で、素直に言えないの「い」はアクセントで強め。素直に言えない、素直に言えない。母音切らない方がいいね。素直に言えない、こうしよう。でもね、またね。でもね、またね。ねが2回だからどっちかを工夫したい。なので、言い方変えれば何でもいいです。ここでは代表して、またねのねをウィスパーっていう風に紹介しますね。うん、別にこの通りじゃなくていいんだよ。言い方さえ変えてくれれば。でもね、またね。でもね、またね。なんては、ウィスパーじゃない、ごめん。アクセントで強く。でもね、またね、なんてもっと。そしたら、言いたくない。ここは跳ねるね。言いたくない。このままでいい。のを鼻にかける。このまま。わかるかな？このままって。でいい。そしたら次。だって君のこと。ごめんねやってみる？はい。ごめんねって電話って素直に言えない。でもね、またね、なんてもっと言いたくない。このままでいい。だって君のこと。こんな感じになるね。じゃあ次。サビね。大好き。ここも跳ねる。大好き。言葉にできなくて。次は、なお、逆しゃくりで下ろしてくる。言葉にできなくて、それだけが言えなくて。それだけが言えなくて。でもね、ここもヒーカップで上がるね。出会えて、手にアクセントつけて、出会えてよかった。ここは、だんだん裏声に持ってっても全然いいんだよ。よかったって、よかったっていう風に裏声使ってもいいです。大好きからやってみようか。せーの。大好き、言葉にできなくて、それだけが言えなくて、でもね、出会えてよかった、思い、そしたら次、思い合えること、思い合えること、大切にしたい。たは、ウィスパーして、たい、はいっていう風にやるよ。大切にしたいって言ったら、最後は、大好きな君へ、君へ、My love forever。大好きからやってみようか。せーの、大好き、言葉にできなくて、それだけが言えなくて、でもね、出会えてよかった、思い合えること、大切にしたい。大好きな君へ、My love forever。大原桜子ちゃんって、抑揚、強弱の抑揚がすっごい上手で、ビブラートも綺麗なんだよね。で、わかりやすくこの歌って、桜子ちゃんの歌聞くとビブラートが入っているから、語尾とかね、ビブラートをかけられる人は、そりゃかけてほしいよ。うん、雰囲気がすごく出るね。ビブラートかけると。2番もこんな感じかな、うん、コツはやっぱり跳ねること。あーっていうちょっと可愛く跳ねてあげる。これがこうフレッシュさを表現できるわけですね。これでねやってみてにゃ。またね、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。